明日も今日と同じように共に笑えば問題ない、支え合えば怖いものは何でもない、夜明け前の僕たちも二人なら大丈夫、暗い暗い世界を越えて朝日を迎えに行く、弱虫な僕たちは手をつないで生きていく、準備ができたら朝日を迎えに行こう、革命前に踊り明かせ、負けないように立ち上がれ、作戦前に気づけたから一人なんかじゃないんだって、革命前に歌を歌え。あかん、歌ったあかんやった。そういえば、うわー、歌いてー、インスタライブでやるとき歌おう。いいよね、赤妻もね、わかる、マジで曲もいいよね。久しぶりにあれ、ちゅずちゃんのレコード見てうわーってなった。笑ってたいつかにものとこ、めっちゃそこ、あそこ、あー笑ってたの、あそこの入りがすごい好きですね。ひまり元気かな。元気かな、ひまり、あおいも元気かな。トゥンちゃん、クマありがとう。トゥンちゃん今日も公園来てくれてありがとう。わかる、こぶくし聞かせてるの、なんかちずちゃんの歌いいですよね。あの曲はなんかちずちゃんにすごいやってる気がする。TGC のやつはもうちょっとしたら話そうかな。いやそんな、あのこうこう、え、なんて言うんですか、そんなめちゃくちゃ重大な理由があって出ないわけでもないんだけど、別にまあ気になってる方もいらっしゃると思うので、そんなめちゃくちゃ重大なこういう理由があって出ないことにしましたとかいうわけでもないんだけど、うわー、赤酢の間ほんまに楽しかったな。ちょっと赤酢の間第4回あるってなったら、ちょっと皆さん、もう石塚さんのコメントでもどこでもいいので、さつき愛花を出してくださいってもう自分でもめっちゃ言ってるけど、赤酢のまま出させてね。え、もう4ヶ月経つの、早いね。昇格して4ヶ月かってことは、さつきを出してください、チューチューちゃん。もう LINE でも言ってるもん、ちゅちゃん赤酢の間出させて。あ、ランディさん、ランディさんもクマありがとうございます。どこから見れるのっていう方いらっしゃるんですけど、私がね、もう私がツイートしてるので、あのそこから飛んでいただければ。横浜のぶさん、熊タワー、うわー、今日も公園来てくださってたのに。ってお家だからボードあります、かけます。ほら、配信マジで見て後悔しませんだって。ほら、もう皆さん見るべきですよ。横浜のぶさん、熊タワーありがとうございます。熊田風に見えるタワーです。熊タワーありがとうございます。横浜のぶさん今日も公園来てくださっててありがとうございます。うん、
回だけだと難しいからぜひ複数回見たいですね。そうなんです、1回でねあれですね、2回目3回目とかが多分ねすごい面白くなってくるんですよ、このね開かずの間のやつ。すごいね、いろんなところに伏線があったり、もう演者が自ら伏線を張って、なんて言うんですか、そのお芝居の中に伏線をね取り入れるというか散りばめていったりとか、物語セリフにも伏線いっぱいあるし、シーンにも伏線あるし、演者がもうなんて言うんですか、もう自分で伏線作っていったりとかしてたんで、もう伏線いっぱいだから2回目3回目とかがね伏線いっぱい見つかって、あだからこの人この時こういう感じやったんやとか、だからこんな言葉があったんやとか、いっぱい伏線、こんなに伏線張られてるのなかなかないですよ。めっちゃ面白いと思う。だからそう、演者の表情にめちゃくちゃ意味があるんですよ。一個一個の表情にね全部意味があってね、だからこういう表情をしてるっていうのが後からわかると思います。あだからあんな顔してたんやとか、いろいろあると思うので、皆さんぜひいっぱい1週間、その1週間の期間でね、1週間見れる、配信見れる期間ずっと見れ、何回でも見れるので何回も見てください。んで、愛花は昨日ねちゃんと8時くらいからちゃんと見れるようになった時からもうすぐちゃんと見たんですけどね、もうほんまにあお腹鳴ってるよ。そこまでおすすめなら見てみようかな。見てください、もうほんまにね、もう余韻に浸りまくって、また余韻に浸って、だってもうすぐ菜々穂ちゃんも、菜々穂ちゃんもすぐ見てたっぽいんですけど、菜々穂ちゃんとすぐ感想とか、あこここんなやったなとか言いました。あマヒルも、マヒルもクマありがとう。マヒルお話し会でミクの服装するので、皆さんぜひ復習もしくは予習していただいて、襲ってた未来たち奪われたのなら取り戻しに行こうか。配信狙ってないんです、ほんまにね、配信知らんかったから、いかあること全然知らんかった。ようこそいつかの楽でもないこの場所に、今度こそうまくやってみせるよ。サブスク欲しい、わかる、アイカも欲しい。あれ出ないんですか、あれ携帯に取り込みたい音楽ね、曲もいいので本当に。うわ、しのちゃん、しのちゃんもクマありがとう、しのちゃんもありがとう。そう本当に2日目にね昇格させていただいて、本番の2日目に昇格させていただいたんですよ。でなんか電話発表みたいな感じで、ライブ出てなかったんで、その時のあの舞台がその開かずの間が被ったから、そのライブに出なくて、それであれですね、あの電話で昇格発表を聞いて、本番、それが本番30分前っていうね、あの形での発表はグループ初よねらしいですね、前代未聞って聞きました。
か本番30分前に電話で昇格発表を聞いて感情ぐちゃぐちゃのまま気持ちの整理もできないまま本番っていう。まさかの発表直後の会に入ってたのでアイピの感情が心配でしたおもろ。そうチュチュちゃんがねずっと横におってくれて、アイカがこう泣き崩れてたんですけど電話で聞いて、椅子に座ってたとこから椅子から崩れ落ちて、あっトゥンちゃん、トゥンちゃんもクマまたありがとう、トゥンちゃんありがとう。椅子から崩れ落ちてで泣き崩れてたんですけど、ずっと横でチュチュちゃんがこうよし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 ってしてくれててよかったなって。カメラ回してたのは、いや大人の人です。まさかでしたよね。だってあると思ってなかったから、もし他の人が昇格するかも、他の人は昇格するかもっていうのは思ってたんですよ自分の中で。あ、深夜さん、深夜さんも今日も来てくれてたの、クマ深夜さんありがとう。あ、伊豆葉ちゃんも、なんだこれは、なんか船みたいなやつ、筆みたいなやつありがとうございます。そう、昇格自分はないけど他の人はあるかもしれんけど自分はないやろうなって思っとって、それもあるし、それもあったから、あ、セブンオブナインさん、これはなんだ、ペンギン？ちょっと待って。ペンギン。へい、セブンオブナインさん、ペンギン？ありがとうございます。ありがとうございます。ペンギン、ペンギン、多分ペンギン。ありがとうございます。だからないと思ってたし、まあ舞台なんて言うんですか、そのだからないと思ってたから、普通はライブがある、ライブに出るでまず心の準備するじゃないですか。でライブが発表されて落ち葉滝ペンギン、そんなあるんだ。なんか普通はライブが発表される、あ、ここで昇格できるかもっていう、まずライブが発表されて準備、心の準備をするじゃないですか。でライブが始まる、で心の準備またするじゃないですか。でアンコール始まる、でまた心の準備するじゃないですか。ででんってなる、あ、もしかしたら昇格発表かも、で心の準備する、で昇格発表しますで来てくれっていう、なんか何段階か準備があるじゃないですか心のね。それでちょっとずつ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 心の準備をね積み重ねて、まあそこで無理だったから私はいつもドーンだったんですよ。伝わる？ほんまにマジでないと思ってた、ほんまにあるわけがないと思ってたんですよ。あれ昇格のしの字もちらつかないぐらい、今回の昇格に関してはマジで一切何も考えてなかったんです。えげつないほど言ってるけど、ほんまにマジで何も思ってなくて、だからほんまに昇格を蹴ってまで舞台に出る気持ちだったんです。だからほんまにないと思ってたから、心の準備もしてなくて、本当にその日の朝にマネージャーさんから連絡が来て、一言電話で一言メッセージをもらうことになりましたっていう連絡が来て、で、あ、そうなんやって思って、何喋ろっかなみたいなこととかをね、本当に携帯にメモまでして、私はこれを喋ろうっていう。あ、ファンダイブトラベルさん、クマありがとうございます、ありがとうございます。そう、考え良くなかったんですよね。
あ、そうなんや、一言もらうんやと思って朝ナナホちゃんと一緒にその日行ったんですけど、あのスタジオ、じゃ舞台劇場入りしたんですけど、ナナホちゃんと一緒に、ナナホちゃんに今日はいっかあれ言うらしいみたいな、あの一言言うらしいって言って、ナナホちゃんに電話つないで一言言うらしい。でも本番直前やから、舞台の本番直前やから、それまでに準備終わらせなあかんねんみたいなことをね、あそうなんやみたいな話をしててんですけど、でなんか今からすいません、みんなの出演者の皆さんとかスタッフの皆さんにすいません、ちょっと今から電話でちょっとメッセージ言うので、あのちょっと聞こえて困ることはちょっとあんまり言わないでいただいてすいませんって言ってたら、なんかね、でもね皆さん、チュチュちゃんとナナホちゃんは知ってたらしい。だからさ、あいかナナホちゃんにね、その日の朝、あのナナホちゃんにあいかが今日一言言わなあかんらしいねみたいな、一言言うらしいって言って、だからあの本番30分前に電話つながなあかんらしいわっていう話をナナホちゃんにしとったら、あそうなんや、まあ出てへんからそんなんもあるかもなみたいなことナナホちゃんが言ってたんですけど、めっちゃあの今考えたら超しらじらしくない？心の中でそれ昇格やでって思ってたってことでしょ？ね、私がねほんまに一言言うらしい、まあそんなんもあるかもなみたいなこと言って、それ昇格やでって心の中で思ってたってこと、超しらじらしいその昇格した直後に言われて、ナナホちゃんに、あ、いかんさん、クマありがとうございます、ありがとうございます、昇格した直後にナナホちゃんにうち知ってたって言われて、言えよって言って、なんで言ってくれへんねん、言うわけないやろみたいな。あ、マキシさんありがとうございます、クマありがとうございます。でも知ってたのはナナホちゃんとチュチュちゃんだけです、その二人だけ。まあ、多分チュチュちゃんはその主催っていうのもあるし、先輩っていうのもあるし、私がその場で他の先輩っていうか現役の先輩がいる中で昇格じゃなかったじゃないですか、っていうのもあって、あのチュチュちゃんが知っといてくれたんですよ、多分こういうことがありますっていうのを多分聞いたんだと思うんですけど、これやがってのは私の予想ですっていうのがを聞いてて、でっていうのもあったと思うんですけど、でチュチュちゃんがなんかナナホちゃんに言ったっぽくて、言ったらしくて、でナナちゃんも知ってて、だからそう考えたらほんまに優しいですよね、チュチュちゃんもナナホちゃんも。チュチュちゃんはずっとそばにいてくれたし、あ、ゆずはちゃんまた、くまありがとう、ゆずはちゃんありがとう、楽しかった旅行ね、優しい、二人ともほんまに優しい、うわ会いたい、マジでほんまに話したいこといっぱいありすぎる、二人にしか話せないこともめっちゃあるし、ほんまに好き、二人とも、二人にしか話せないこともいっぱいあるし、二人にしか話してないこともいっぱいある、なんかあったらすぐナナホちゃんに言うし、ほんまにくだらんことも自分の悩みも、うわ、マーボーさんもクマありがとうございます、ありがとう、ほんまにすぐナナホちゃんに連絡して悩み事とかも相談するから嬉しいですね、そういう人がいてくれるのが。見てカラコン超可愛くない？なんかはい、これ映像じゃね分かりにくいんですけどね、あのちょっとピンクがかってるんですよ、ピンクブラウンみたいな感じです。ヤホちゃん相手してくれますよ、めっちゃ優しいから。
なのはちゃんずっと連絡してる。あ、ランディさん、ランディさん、またクマありがとうございます。クマありがとうございます。本題、本題ってないっけ。あ、あれや、 TGC のやつや。あ、マヒル、マヒル、またマヒルもクマありがとう。そんな皆さんクマいっぱいいいんですよ、ほんまに。そのその分でなんかコンビニスイーツとかラーメンとかいろいろ食べてください。ほんまにありがとうございます。すごい嬉しいけど、それでコンビニスイーツとか食べてください。コンビニスイーツ美味しいから。赤ずの間、まあ赤ずの間もね話したかったから配信始まったし、赤ずの間も本題の一つです。話したかったから。それもそう、和歌山の TGC の、あ、そう、スタバとかね、スタバとか。そういう気持ちやからイベント出えへんのよ。そう、あのカヌレ食べた、アイカも酒カヌレ食べ買いました。あの最近のコンビニスイーツのおすすめある、あ、アイカちょっとあの普段コンビニスイーツあんまり買えへんからちょっと分からへんねんけど、あのローソンのカヌレと生ガトーショコラがおすすめです。そう、 TGC、 TGC、 うん、そんなめっちゃ深い理由があるわけでもないんですけど、重大な何かがあるから出ないとかでもないんですけど、別に本当になんて言うんですかね。うわえ、ちょっと待って、上勢さん、うわー、これ何、温泉、カピバラが温泉入ってるね。カピバラにしよう。うわー、上勢さんありがとうございます。ちょっと待ってな。結局彼女にするならジオン、あやぴょん、うん、カノナナホ、上勢さん、上勢さん、温泉カピバラなんや。温泉ってどうやって書くん？温泉って泉なんや。女性さん、温泉カピバラありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。イエーイ、あ、いた、イエーイ、ありがとうございます。温泉ってあったかい泉で温泉って読むねんな。いざ書くってなるとわからんかった。そうで、何ですか TGC の話ですか。やっとやっと話しますけど、別にそんな絶対話そう話そうと思ってたわけでもないんですけど、別に別に話そうと思ってたわけでもなかったけど、あの七期生いっぱい頑張れっていうのをツイートしたら、アイピはっていう声が多かったんで、あ、じゃあ話そうかなって思って。今日のライブも良かったです。ありがとうございます。ホワイトボードも年季入ってきたな。それな。そう、なん、なん、うん、別になんかそんな、別になんかそんなと言ったらあれね、なん、あれですけど、な、なんて言ったらいいんかな。そんな、うーん、そもそも配信イベントとかが苦手っていうのもあるし、なんていうんですかね、多分そんなに長時間配信っていうのもできなくて、自分はなんか何かを長く続けることがすごく苦手で、で投げ出しちゃうので、配信を長時間するっていうのも苦手っていうのもあるし、うん、配信イベントが苦手、そも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 配信イベントが苦手っていうのもあるし、戦う場所がそこではなかったから、そう、それや、うわ、めっちゃしっくりきた、それや。ランウェイは興味ある、ランウェイはまあなんていうんですかね、興味はあります。やってみたいというか、やりたいとは思いますし、加入前は舞台とか、舞台もや NMB 加入前は舞台もやってたけど、
そのモデルさんとかもやらせてもらったりもしてて、でファッションショーも何回か昔からいろいろ出させてもらったりはしてたんですけど、なんていうかな、そのそれよりお芝居がしたいなと思ってた。愛花はなんなんて言ったらいいんかな、ほんまにでも戦うべきが、戦う、自分が戦うべき場所がそこではないっていうのはほんまにそうで、配信してまでとも思って、なんか違う、これじゃない言葉が、なんて言ったらいいかな、わかんない、難しいよ。もちろんそりゃ出たいっていう気持ちもあるし、出てみで、そのすごい TGC とかカンコレとかすごい憧れやったし、昔からそこのランウェイには憧れてたし、カンコレのオーディションも受けたこと何回もあるし、加入前はね何回も受けたことあるぐらいやけど、なんかなんて言ったらいいかな、配信で勝ち取っ、違う、なんて言ったらいいかな、もあの案件として来たらやりたいです。これでやってんのかな、案件として来たらもちろんやりたいですし、それは迷うことなくやらせてくださいってします。でも配信イベントっていう形では別にそこまでそういう出たいとは思わないし、だったらお芝居したい。お芝居の色をもっとつけたいし、お芝居のイメージを私はつけたいと思ってるから、そうね、出演オファーがあれば出たいけど、競って勝ち取るのは違うかなって気持ちかな。そうですね、ピモトちゃんご帰宅正解あのお風呂から上がってきました。言葉選びって大変、これ大変本当に。まだ多分そんなにお芝居っていう色もイメージもついてないと思うんですよ、こう皆さんの中で、いろんな人のね中で、私がお芝居っていうイメージもついてないと思うし、もしこれがお芝居の配信イベントとかやったら考えると思います。言葉選び間違えたら、そう、まとめられちゃうから、すぐまとめられるから。愛花パパさんのくしゃみパパさんくしゃみしたバレてるおもろ正解、パパが隣の部屋ぐらいでくしゃみしてましたおもろ、めっちゃおもろい、さすがにおもろい、ウケる面白い、元気出たわ、そうそうそう面白いうわ、これまとめられたらおもろいな、さつき愛花配信中に父親くしゃみみたいな、隣の部屋というか向かいの部屋でやくしゃみしてました。そう、戻しますね話そう、なんだっけ、そうだから、なんかいろんなさ、そんなお芝居もやりたい、モデルもやりたいとか、いろんなことに興味を持つのはすごいいいことやと思うし、自分もいろんなことに興味あるんですよ、もちろんお芝居もやりたいし、モデルさんもやってみたいし、声のお仕事もしたいし、でお笑いとかもしたいなと思ってるし、なんかいろんなことに興味はあるんですけど、なんかそんなあれもこれもっていっぱいこう掴もうとしたら、多分全部掴め、何も掴めないから、
何もつかめないなと思うから、だからいやこれは今じゃないと思う。私、うわ、よかまなぶさん、猫がこれ何、ラーメンに入ってるの？猫がなんか、猫がなんか入ってるね。ありがとうございます。あ、グラビンアに関しては本当すいません、あの期待はあんまりしないでください。期待はあんまりしないでくださいというか期待しないでください。本当にそれはすいません。そうそう、イメージもそれにお芝居っていうイメージもつきにくいし、今そんなにあれもこれもってしたら、あ、鍋土偶にゃんこすげえ。うまかなった、土鍋な。土鍋ってもう土偶じゃない、土偶だろ。なんで土鍋なん。おー、またわ、なんか熊の大福みたいなやつ、ありがとうございます。もう土偶でいいやんか、土偶でいいやん。うえ、セブンオブナインさん、なんかツインテールのやつや。うわ、ツインテールのやつ、ありがとうございます。セブンオブナインさん、ありがとうございます。え、土偶でいいでしょ。いた、そら、木魚を木魚って呼ぶわな。何やっけ、何やっけ、木魚じゃなく、木魚や。もうやだ、もう真面目な話してんの、アイカ、真面目な話してんの。そう、何、なんか2ウサギ追うものは1ウサギも得ず、これ絶対違う気するな。何ね、何、にうさぎ、にうさぎを追うものは一うさぎを得ず、二頭を追うものは一頭をも得ず。意味は分かる、意味は分かる、意味は分かってる、意味は分かってる、意味は分かってる。トップやるネオのような制服グラビアとかみたいです。なんか服着てる撮影とかはしてみたいです。服着てるようなグラビアとかはしたいですけど。あ、アユム、アユムクマ、ありがとう、ありがとうございます。秘宝サツキアイカ、漢字が読めない、やめて。服着てるやつはやりたいけど、別に脱ぎはしない、すいません、だから、すいません、だから脱ぎ、もう自分、ごめん、これ言ったらごめん、じゃ言ったらごめんというか、言ったらマジであれなの、もう来ないだろうなっていうのも分かった上で言います。脱ぐのはごめんなさい、多分しないです、来ないだろうなとは、来ないだろうなっていうのを分かって言います。すいません、脱ぐのはしないです、多分。確実とは言い切れない、言い切れないです。言い切れないから、確実、絶対とは言わないけど。脱ぐのはしないです。来ないだろうな。来ないと思います。来ないって、おしばくぞ。ごめん、難しい言葉使って、おお、ちょっとバカにしてるか？脱がないやつやったらやってみたいですけどね、服着てるやつとかやったら。そう、他にもだって他にできるメンバーいっぱいいるじゃないですか。なんか私はそこじゃない、それは私がやるべきことじゃないし、なんて言うんですか、適所みたい、適材適所、適出、適任
そう、そっちは相方が頑張ってくれてる。そう、私の相方が頑張ってるんです。頑張ってるんですとか、頑張ってる、やってるしね、適材適所、合ってる。うい、そうそうそう、バカニャンとかね、ミュータンとか、私はだって違うじゃないですか。自分でも分かってるし、違うし、別にそんな需要が、それで跳ねるメンバーはいいと思うけど、私は多分そのタイプでもないし、オファー来たら考える？いや、やらないと思いますね、私は。そうね、だから一番にやりたいことがお芝居だから、お芝居を一番やりたいし、お芝居っていうイメージもつけたいしっていうのもあってやらなかったです、今回の TGC も。私はそこじゃないなって思うし、戦うべき場所じゃないなって思ったから、やってみたいなって思いましたよ。やってみたいなと思いましたよ。そのね、あのお知らせ来た時にこういうのあります、っていう。考え、やってみたいなって思ったけど、いや、自分が今やるべきとこはここじゃないなっていうのも、のを思ってやめました。もし配信で、配信イベントでそれやるとしたら、お芝居っていうのが確立してからチャレンジとしてやりたいです。まずはお芝居の自分の道を確立させたいです、っていうのがあって立候補しませんでした。じゃんじゃん、ねプーたん、ねプーたん、ほらプーさんもそうだよって言ってる。これめっちゃ気持ちいいんですよ。エニグマ不可逆な友情面白かったよ、ありがとう。アイビーの演技素晴らしかった、ありがとう。でもなんかね、昨日配信見て、開かずの間の配信見て、なんかなんか自分の演技うわーって思った。なんかうわ、ここもっとこうできたやろとか、ここの間もっと開けた方がよかったやろとか、逆にここもっと詰めてやった方がよかったとか、なんかうわ、手もっと動かした方がよかったなとか、ここもっとこういう表情した方がとか、こういう動き方した方がよかったなとか、めっちゃ思った。かゆっくり時間とって、映像のお芝居に挑戦する気はありますか？めっちゃやりたい、めちゃくちゃやりたいです。映像のお芝居ほんまにやりたくて、お芝居何でもやらせてください、何でもやりたい、舞台もやりたいし、映像のお芝居もほんまに昔から憧れで、やりたいなと思ってます。だからなんかその時間ちゃんととって、うわ、ナレーションとかもやってみたい、ナレーションとかもめっちゃやりたい、声のやつもやりたいですね。わ、セブンオブナインさん、またツインテールのやつギフトありがとうございます。なんか時間、この1週間以内で時間取れる日に時間を取って、あの映像を見ながらちょっと反省点をメモに書き出そうと思っております。うわ、声優やってみたいんですよ私。
声のお芝居、声でお芝居できるのってほんまにすごいなと思ってて、だからすごい憧れてますね。そういう声優さんとかも声でお芝居できるのってほんまにすごい。やってみたい役柄とかありますか？なんやろ、でもミクみたいな役はやってみたかったんで嬉しかったですね。ああいう役できたな。ちょっと闇を抱えてるというか、人間じゃない役。見て、これ見てない人にネタバレになるから、ちょっとミクの話やつんのやめとこう。お腹鳴った。これお腹やからね、みんな消化してるだけだよ。まあ朗読劇とかもナレーションとかそういう声で何か表現するやつはもう何でもやってみたいですね。お芝居はもちろんやりたいし、それでちゃんと体が働いてね。私ね、あ、やめとこ言うん、これいい印象あんまり与えへんからちょっとやめときます。みくちゃん見ました。かわいいのに切なかったです。ありがとうございます。ありがとう、嬉しい。みくちゃん切ないよね本当に。あ、湯川学さん尊いだって、ありがとうございます。みくちゃん切ないよね本当に。いや、みくちゃん、私が開かずの間の役です。私のみくっていう役なんです。冠の準備は順調。結構やばい、結構やばいんです。頑張ってます。あ、麻婆さんツインテールありがとうございます。麻婆さん、セリフ量多い役でもいけるかしら。私ね、あれセリフ覚えるの早いんですよ。意外とセリフ覚えるの意外と早いんですよ。なんか開かずの間の時もなんですけど、あれ、あ、めっちゃお腹鳴ってる、やばい、めっちゃ消化してる。いや、冠のあれは教えないです。エチュードはめっちゃ苦手、エチュードはほんまにあかん。でもセリフ覚えるのはマジで早くて、開かずの間もその日の朝に送られてきた台本をその日の夕方に猛外してできました。全員のセリフ覚えられる、全員のセリフも覚えれます。まず自分のセリフを覚えるけど、でも全員のセリフも頭に入ってます。どこで誰が何喋るっていうのもほんまになんか入るんですよね、頭に。勉強はめっちゃ苦手、この舞台のセリフ覚えてる。あー、どうやろう、でも意外と覚えてるかも、ものによるけど。セリフはね、なんかほんまに覚えれるんですよね、なんでなんやろう、頭に入ってくる。ファンの人覚えるのは得意です。もう50分なの？はい、ランキング、あ、ランキング読みます、すみません。おつぼねちゃんからもうすぐ1年経つの？早いよ。どうやってセリフ覚えてるの？どうやって覚えてんやろ。このセリフの後に自分のこのセリフっていう覚え方をしますね、まず。
ます。13位一貫さんありがとうございます。12位あゆむありがとうございます。11位深夜さんありがとうございます。10位あー韓国語待って僕韓国語1ミリも読めないんだすいませんでもありがとうございます。ありがとうございますすいません本当にありがとうございます10位の方ありがとうございます。9位しのちゃんありがとうございます。8位ファンダイブトラベルさんありがとうございます。7位トゥンちゃんありがとうございます。6位マヒルンありがとうございます。5位ランディさんありがとうございます。4位ゆずはちゃんありがとうございます。3位ジョーセイさんありがとうございます。2位ゆかわまなぶさんありがとうございます。そして1位がセブンオブナインさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかお芝居っていいですよね。舞台とかなんかその元々の自分の立場とか何も関係なくなるじゃないですか。なんていうの？だから私で言ったらそれこそチュチュちゃんにこの間の開かずの間で言ったらなんかチュチュちゃんと敵同士になってなんかチュチュちゃんにガーって言ったりするとことか。なんか立場その自分の立場自分じゃないから自分のその立場自分と相手の立場関係なく対等な関係でその場に入れる空間もすごい面白くて楽しいし いよね。じゃあ終わろう急だけど終わります皆さんありがとうございました。いっぱい見に来てくださってありがとうねプーさんありがとう。昨日誕生日やったけどあそうやんお誕生日おめでとうございますひろきさんありがとう。あいたたたじゃあありがとうございます。おやすみなさい。